マリチャンネル。じゃあ今度は2つ目、セッティングが決まりました。じゃあ次はトランペットにマウスピースをくっつけます。じゃあ初めて吹くときに何をやるか、それがウォーミングワーク。マリコさんも知ってるの、これ俺のこと知ってる人はよくわかると思うんですけど、俺やらないのでこういうのはあんまり。これからマリコさんに質問をしてやっていく形にしましょう。で、俺のまあウォーミングアップっていうのは、さっきみたいにセッティングして、こうなんかトランペットみたいな音が出たらもうこれでいいわけ。めっちゃでかい音ですこれなかなかみんなできない。ちょっとマリコさん真似して。できない、全然できない。ちょっと真似してやってみましょう。あ、いい音じゃん。音低いけど。低いけど。僕は、だいたい、パックンって出たら、マウスピースって、もう、その日、いけちゃう。出なかった日はあるんですか？ない。そこですよ。この5センチぐらいのトランペットって感じで、息もちゃんと吸って、じゃあ、そういうんじゃないな、これ。私がね、こういう音域出すとき変えるんですよ、マッピー、まあ俺の場合はこんな感じでいいんだけど、これだと全然参考にならないので、まずロングトーンをやる。ロングトーンは何のためにやるんでしょうか？ロングトーンはですね、ロングトーンは何やると何がいいんでしょうか？私はですね、音色作りのためにロングトーンやっているし、そこの音のツボを再確認するためにもやってるしっていう感じです。じゃあ音色作りと音のツボのロングトーンをやってくださいじゃあ F くらいの、ね、でもお好きなようです。さあ、これで音色作り、ね、あと音のツボ、できてるんですか？もう一回やると、もう一回さっきより今の方が少し太い音になったんですよ。だからさっきそうやって吹いてみて、あ、もうちょっとこうしたらいい音になるなって思って、今みたいに吹くっていうのを何回も何回も繰り返して、どんどん太い音にしていくっていうのがめちゃくちゃ地味ですけど、私のやり方です。はい僕の場合はクラシックの奏者じゃないので、ポピュラー音楽しかやったことないし、やるつもりもないし、ポピュラー音楽っていうのは全て8分音符1個でも16分音符1個でもロングトーンなわけ。わかりますか？皆さんがカラオケに行って一節歌うわけよ、息吸って。で、次に息吸うところまでっていうのはずっとこう息を出して、こうやって今喋ってる時と一緒で言葉も一緒なんですけど、これもいろいろ発音が変わったり音域が変わったりしてるけど、これロングトーンじゃん。これも一緒のわけ。息吸って次に吹くときまではロングトーンをやってるわけ。このロングトーンっていうのはすごい大事で、ただそのマリコさんが言ってるような音色をどうのこうのとか音のツボそれのっていうのは気にしたことないのであれなんだけど、もし俺がやるとしたら、実際に現場で使えるロングトーン、もうそのまま録音して CD になってもいいですよっていうロングトーン、こうちゃんと歌って。今夜空のトランペット吹くのかと思って。あ、そうかいや別に違ったそれでもいいんですけど、もう一つはダイナミクスというのがあって、ちょっと待ってこれロングトーンだよね。だけど音楽っていうのはこれ強弱のことなんだけど、必ずこう強弱があるはずなんだ。
フレーズの中に何も楽譜には書いてなくて、そこで使えるロングポン、このフォルテシモ、ピアニシモ、マゾフォルテっていうこの3つがあればほとんどのダイナミクスはできるわけじゃん。ビッグバンドだろうがソロだろうが、ここでポイントがあって、ただこれをやるんじゃなしに4拍伸ばして急に変えるわけ。この線のスビトってことね。スビトってスビトってのは音楽用語ですよ。いやこれはちょっとマリコさんにやってもらいましょう。一番最後ここにフェルマータっていうのがついてます。ここはちゃんと音楽的にビブラートもかけてよく歌ってますよって感じで、で皆さん多分ほとんどの人がここ急に変わった時にここでめちゃくちゃ不安定なピッチとか音色とか音質とか急に変わる。それはどういうことかというと、こう自分がロングトーンっていう音楽をやるのにバランスがうまく取れてない、もしくは方法を知らない、ね、まあ、マリコさんも企画宣伝とかできると思うのでちょっとやってみましょう。ハードル上げたな。上手、素晴らしい。 C っていうならここがもうちょっと音が抜けてたらよかったんだけど、ちょっとこもっちゃう。こもるってことは多分唇、この赤い唇をちょっとこう力入れると音こもっちゃう。音をこもらずにただ音だけ小さくする方法っていう、例えば俺でも別にいつもかも暴走族みたいな音を吹いてるわけじゃないので、バラードとかやるときはどうやって小さい音でこの辺を吹いてるかって言ったら、勢いに任せるんじゃなしに、もう本当にお腹にグーって死ぬほど力入れて、ここは空いた状態で、そうするとピッチも安定して音色も変わらずに、それを口任せ、口のことばっか気にしてるような人たちっていうのはどうしても不安定、急にこの変わった時、例えばこれをオクターブ上でやってくださいって言ったら多分ボロボロになる。じゃあ上の音でもやるといいですね、これは。もちろんやるといいというかできなきゃいけないよね。なんかあの上の音のロングトーンって結構疲れるじゃないですか。だからあんまりやりたくない、みんな やらないと思うんですけど、やった方がやっぱいいですね。それは一番最初にも言ったけど、フレーズっていうのはロングトーンなので、4小節のフレーズだったらそこにレがあろうがラがあろうが4小節のロングトーンなわけ、うん、そこには高い音も低い音も短い音も長い音もあったり、こうダイナミクスが変わってるやつもある。その疲れるからとかって言ってられるんだって、やらなきゃいけないんだやれそうです。特にハイノート、ハイノート自慢の方とかいっぱいいると思うんだけど、ハイノートでロッキーでもいいし、スタートレックでも何でもいいよ、他の曲でも何でもいいんだけど、あれも思いっきりロングトーンじゃん。ロッキーなんかただのロング、本当にレミファーってロングトーンずっと吹いてるだけ。で、僕はレとかミとかファーはこれで吹けなきゃいけないだろうし、普通ただ音を出すんでなしに、こう一個考えたロングトーンをするといいかなと思います。じゃあ次、リップスラー。リップスラーは何のためにやるんでしょうか。やると何がいいことあるんでしょうか。リップスラーはですね、下から上まで同じ口の状態で行き来できるように、それもやっぱ確認したい。じゃあいつもやってるやつは同じ面倒で、上の音にいた時に口にちょっと力が入る日だなとかそういうのを自分で分析してですね、上の音に力が入らないように努めましょうみたいな感じで。スタムさんがリップスラーしてるのは見たことない。やったことない。
なんでリップスライスしてないのにそんなに老けるのかちょっとよくわからない。さっきマリコさんとコーヒー飲みながらもお話ししてたんだけど、結局ね、これは例えばこの楽器が100万円だとしても、これ息を入れないとただの燃えないゴミのわけよ。息入れて音が出て初めて成立する。ここの楽器に息が入るね、ビューって息が入ってくるんですよっていうのの練習っていうか、例えばこれ今オクターブじゃん。これいきなりこうやって飛んでるけど、そうじゃなしにその間の音を入れるわけよ。ベロロ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 ってこう息を入れてって音が上がってくる。うん。こんな大きい音でその音吹いたらどうかなっちゃう。マリコさんのリミットはファっていう話なので、ちょっとまあ多分失敗するけど、ファで一回ファでやってみましょう。できるかな。その時に気をつけなきゃいけないのは、怖がらずに口をあまり閉じない、息を入れるっていう練習。でここで大事なのは、これももう一個の音楽をやってる。まあ、失敗してもパが出なくても、せめて降りてきたときは、これちゃんと音楽的に終わるといいよね。真似して失敗された。ごめん。音楽的に終わる。もう一回やってみましょう。今の暴風警報みたいな。いいよね、あシューってならないんです。どうやってなるの。あれだから、あの振動しなくなるとなる。グッていうそのプレスで振動をグッて抑えられちゃう感じがするんです。そんなことないよ、別に普通だもん。そうですよね。だからこう、こんなリップの練習は俺はしないんだけど、リップスランをやるとトランペットが良くなるとかっていうのは俺には分からない。まあ、ストーンさんにはってことですから。そうそう、うん、皆さん一般的にはどうかはちょっと分かりませんけれども、じゃあ次に行きましょう、はい、ね、タンギングです。タンギングはどうやって。私はちょっとタンギングに関してはあんまり重要じゃない。一番重要、次に重要、サブ。だからタンギングの練習はもちろん、なんかこう繊細なタンギングができるようにとか、ピアニシモでプツッみたいなタンギングができるかできないかみたいなところを調子の良し悪しで私は捉えていて、このタンギングができない日もなんか存在するんですよ。例えばこういう風にプスプスみたいになる日もたまにあって、そういう日は、あ、今日めっちゃ調子悪いな、だから綿密に小さい音からのロングトーンから始めて繊細なタンギングをできるようにするところまで底上げする作業が必要だなっていう。どうですか、ストーム先生はどうですか。ちょっと待って、ストーム先生はですね。じゃあ待って、あのね、このマリチャンネルを見てる方はですね、私たちのこと師弟関係と思われてる方がめちゃくちゃ多いんですよ。違いますよ。そう、なんか違うんですよ。師弟関係ではなく、一応音楽仲間としてやってるんですけど、この前あのコンサートの MC で言われちゃったよ、そって渡辺千友さんのお弟子さんで近藤真理子さんですって感じで紹介されて、あ、違うけどもうどうしよう、今訂正するのも変だからと思ってそのままにしておきましたけど。あ、そうなんです。違いますよ。違います、うん、でもやっぱり全然違うから、まあ違うから面白いんですけどね。じゃあ、これは僕らっていうかポピュラー音楽の時、まあ、マリコさんも多分吹き分けっていうんですけど、クラシックとポピュラーでやる時に分けてると思うんだけど、また同じ音があるんだけど、上にこうやってスラーみたいな、これがちょっと滑らか。このレガートタンキングっていうのが一番大事なポピュラー音楽で、
でよく、まあ、俺もたまに吹奏楽とかでねこう指導行ったりとか、ゲストで行ったりとか混ざってくれたりするときにこうなんかジャズやってインザムードとかジャズやっても違うじゃんって、なんか違うよねノリがみたいなね、あれはなんであんな風になっちゃうのかっていう、これはどういうことかというと、音と音のね、ここの部分隙間が空いてはダメですよ。いいですか、これはあくまで俺はです、ね、このタイミングで練習しましょうねってよく本とかに書いてあるけど、これでやっちゃうと絶対隙間が空いちゃうのよ。いうこと、そうするとどうなるか、スイングしようとしてもどうなるかというと、もうなんか盆踊りみたいになっちゃう。テッ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 、これでやるとね。じゃあどうやってこれはやってるかって言って、これってトゥ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 っていうとこトゥ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 ってね、あの裏を傷つけみたいな前後に出ろ。俺たちは上下ター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 タってやると、ね、タイミングはしてるけど隙間は空いてない、悪いで、別に歌じゃなくてもいいじゃん、こんなんか自分で見つけて、とにかく隙間が開かないように吹いてきます。これがレガート、バラードでも激しい曲でも何でも絶対条件、特にジャズっていうのは8分音符が多いので、バウンスってちょっと弾むんですけど、弾むっていうとみんな勘違いして本当に弾んじゃうんだけど、そういう意味じゃないからね。じゃあ高い音はどうやってると、高い音も上下、ティー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 っていうと歯のちょっと上の方でこう増減、うん、言ってもらいました。今ので締めましょうよそう私今の出されて私を言ったらスイン、うん、まあじゃあ素晴らしい、今のいいと思います。吹奏楽とかやってる方が多いと思うんですけど、こうなんかうまくいかないな、かっこよくないなっていうのは多分隙間が空いちゃってるので、指導者の方もこうこの曲やるときは音と音の間に隙間空けないように吹いてねって言って、ワンフレーズの間音がつながってる間っていうのは隙間が空けないようにしましょうねっていう、人それぞれなんですけど、何か問題が起こった時、こうトランペットセクション3人とか4人とかでパート練習っていうの、そういうのをもしやるんであれば、ちょっとこれでやってみないみんなとかって試してみるのも面白いかもしれない。うん、まあ先生がなんていうか知らないんだよね、指導者の方で。だから指導者の方も覚えておいてもらって。トゥ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 って、これも確かにクラシックでは多分これでやらなきゃいけないと思うんだけど、こう単音単音音、とにかく音音音音っていうのをこう響かせて聞かせる分もこっちの、こっちはフレーズ、歌を聞く時にはこの上下の方がやりやすいですよ、俺はそうやってやってる、自然と。そうですね、すごいわかるんだけど、みんなに伝わってるか不安。すごいわかる、言ってることがわかるよね、わかる。みんなやってみるといいですよね、この。そうそう、これもさっき言ったのセッティングの話と一緒で、試してみればいい、ダメだったらやめればいい、新しいことにチャレンジしていかないと、いつもいつも同じことばっかりやってる、どうだ私俺はすごいでしょうなんてやってるのはアホだから。だってできることやって何がそんなんな、できることなんか別に、うん、偉そうに言うことじゃないし、うん、人にああだこうだ言うことでもない、できないことをやってできるようになるのが楽しいじゃんと俺は思う。まあ俺は練習しないから分かんないけど、ストミさんはもうなんかできないことを
できるようにするのを疲れちゃったらしいです。そう、だからダブルタンギングは一生できなくていいけど。というわけで、ウォーミングアップの今はこれで終わりです。はい、ありがとうございました。